格豪華メンバーです。17頭立て、最後東方ケリーの枠入りを待ちます。競うべきはかつての勲章ではなく今の実力だ。安田記念スタートしました。ばらついたスタート、シアマゾン出がよくありません。好スタートは東方ケリー。ジンバとも初 G1 土屋騎手、後ろをちらっと振り返って思い切っていくのみ、内から岸あけぼのが詰めてくる。そしてじわっとフラワーパーク田原も攻めてくる。先頭を代わって岸あけぼの、フラワーパークが3番手、内から藤野真剣王も早め、そして山人パラダイスレコード娘、真ん中から大気ブリザード狼、今日は早めに行った。そして東亜ウィナーです。内尾行ペガサス、その後ろからは7番の名勝勇士がつけています。あとはジェニュイン田中勝春、内からぴったりとマドモアゼルシャンクシー、海老名正義の手綱、シアマゾンここでぐーっと上がっていった。ちょっとかかり気味なのか。そしてその後ろ6枠の2頭、トロットサンダーが一番外を行く。グリーンの帽子横山範弘、この手応え、この手応え。そしてゼネラリスト、真ん中をつく赤い帽子がダンスパートナー。 G1 の前再びなるか。そしてハートレイク、ハートレイクは後ろの方から進んでいます。最後方13番の大隅タイプーンという形、大木焼の向こう角馬が通過しました。さあ残り半分だ、マイル、府中のマイルで果たして角馬どんな熾烈なレースを見せてくれるんだ。ジョッキーの腕が問われます。4コーナー構え、さあ17人のジョッキー、17頭がいざ勝負。府中の直線 500m 安田記念、先頭はまだ岸明子が頑張っているが、最後の坂が課題だ。400を通過する、横一線の中、まだ白い帽子岸明子が先頭か。さあ内からスローパークも出てこようとしているが、外から大気一番外グリーンの帽子、ドロッとされた。しかし岸明子が頑張る。外からドロッと真ん中大気ジェニーも来ている。しかし先頭岸明子と外田が懸命に追う。外からドロッと真ん中大気、向こうでなんだ、わずかに外か。しかし微妙だ。最後は2頭、一番外トロットサンダーか、真ん中大気ブリザードか。最内で岸明子も懸命にこらえたが、わずかに分が悪いか。時計が1分33秒1。